よし。お、さっきの配信皆さん見てくれましたか？ありがとうございます。ロッキーの配信を見てくれたんですね、皆さんありがとうございます。ちょっと待ってね。あーごめん、ガムちゃん落としちゃった。ガムちゃんが今膝の上にいたんですけど、ガムを思いっきり落としてしまった。ごめんガム、ガムお膝に来ていいそこで、ね、お膝来るんね。ガムちゃんやばい、髪の毛めっちゃボサボサだ。皆さんさっきの生配信見てくれましたか？ありがとうございます。それでは次は40分から20時40分から大富豪やりますね。私は今何なんだろう。ガムちゃんこれ噛まないで、ダメこれ噛まないで。あ、ありがとうございます。サイリウム振ってくれた、ありがとう。ああね、ロッキーの配信私も好き、なんか楽しい。やっぱ同期っていいですよね、なんだかんだで好き。今は大富豪ですね。称号ん、なんて言うんだろう、暗いと言いますかが大富豪です。やばい、マジさ、さっき喋りすぎてさ、今喉が結構カスカスになってきてる。やばい、カスカスが復活してる。もうちょっとまだね、喉がね安定してないんですよね、あれから。なんかちょっと喋りすぎたり歌いすぎるとすぐなんか不安定になっちゃいます。全然元に戻らない。最悪最悪だ、早く戻ってくれ。そう、ちょっと枯れてるよね、なんかいつもより。まあでももともと声は低いけど、なんかちょっとだけちょっとだけなんかさらに低いなっていうのと、カスカスしてんなみたいな感じする。やばい、こんなあくびしてんのやばいよね。まだ始めたばっかなのに、ちょっとだけおしゃべりして終わろうかなと思います。さっき笑いすぎたかな、そう多分さっきね笑いすぎた、それは絶対にやります。次40分からやりますので、大富豪です。私は最近それ多くないですか、心配。そう、声枯れね、そう。やっちゃうんだよねこれ、なんか、不規則な生活が続いた時に喉を使いすぎるとこうなります。けど本当に今もう多分しばらくそんな仕事を立て続けとかないし、多分すぐ声には声が治ると思いますので。大丈夫です、皆さん心配してくれてありがとう。お、もうすぐ40分になりますよ。大富豪1回目始めますよ。それは付け襟、付け襟じゃないです、これはブラウスです。肌も気をつけてなって、ありがとうございます。そう、ちょっとね肌荒れしてる今。でももうすぐ元気というか多分元に戻る。ちょっとね、ユニット対抗戦の前がね、遅くまでレッスンしてたりとか、自主練なんだけど練習してたりとか、あともう前日とかも緊張して寝れなかったから、そういうので多分肌が荒れてしまったんですけど、もう
元気いっぱいです。ありがとうございます。喋りすぎいや絶対喋りすぎはある、本当に喋りすぎではあるよ。おねっぽい声でいいね。本当ですか？おねっぽい声でいいですか？ありがとうございます。まあちょっと今日はユニット対抗戦の話をしながらショールーム知ってみようかなと思ってちょっと今やってみてるんですけど、どうですか皆さん、なんかここどうだったのかなみたいな、まあアフタートークもしてさっきロッキーで配信とかもしてきたんですけど、まあいろいろ話聞いてちょっとまだ気になるとことかなんか話して欲しいこととかあったらなんか話しますめっちゃ雑な振りなんですけど、なんか話すことありますか？ちょっとね、そうあれからユニット対抗戦が終わってから何も配信とかしてこなかったんだけど、なんか聞きたいこととかあんのかなそう、何を話せばいいかね、もう結構いろいろ話してきたから分かんなくて、ちょっとみんなが逆に聞きたいことを話していこうかなって思うんですけど、印象的な後輩ちゃんはいましたか？私はカノンちゃんがめちゃくちゃ印象的でした。結構ね物おじせず、こういろいろ意見を言ってくれたりとか、こうしたいですって提案してくれるので、すごくまあリーダーとしてはめちゃくちゃやりやすいなと思いました。カノンちゃん、あとすごいカノンちゃんはマイペースだからまあそれがいいところだなってすごく思いました。なんかね、マキコさんがあのカノンちゃんに、なんだっけ、あの楽園の階段を一から振りを教えてくれてたんですけど、マキコさんがね、あのマキコさんに振り入れをしてもらってるのにすごいニコニコしながらやっててそれがすごくなんかマイペースで私はとてもいいなと思ったんですけど、私だったらもうなんかハラハラしながらやるけど、すごいニコニコしながらマイペースを崩さない感じがすごくいいなと思いました。私はそのまま伸び伸び育ってほしいですね。次は45分からやります。大富豪です。今だから質問しますが、くじで取りたかったメンバーはいましたか？取りたかったメンバーでも特に分かんない、いなかったかな。でもまあできたら後輩ばかりのチームにしたかったんですけど、やっぱあんまり後輩と絡む機会がないから、というかこういうきっかけがないと私は人見知りとか、まあそういういろいろな事情であんまり後輩とかに話しかけに行かないタイプなので、ちょっとこれを機に後輩と仲良くなりたいなと思ってたから、後輩ちゃんを引きたかったんですけど、めちゃくちゃ先輩でしためちゃくちゃ慣れてる先輩たちでした。もうでも本当誰でも引きたかった。ララバイの練習してたの？全然してないです9時で、結構あれはもうセットリスト決まってすぐぐらいにくじ引きの映像を撮ったので、もうリカさんがやるってララバイは、決まっていたのですぐに、なので全然私は、ララバイの練習はしていないです。というかみんな練習してないと思うさっきマキちゃん呼びしてるのは気になる。ああそう、なんかね
インスタのストーリーだけですよとか、時々なんかちょっとふざけみたいな感じでマキちゃんって呼んでます。マキちゃんみたいなやつです。でも多分普通にお仕事の時とかは普通にマキコさんって呼んじゃう。なんかちょっと根が真面目なのか分かんないですけど、なんかちょっとやっぱマキコさん、マキコさん呼びからまだ完全には離れられないですね。マリンちゃんの印象は、マリンちゃんなんかすごい、あんまりねグループトークには出てきてくれなかったんですけど、時々現れてくれるんですよ。でその時々現れて放つ一言がめちゃくちゃ面白かったから、すごいもっと出てきてほしかったけどマリンちゃんはなんだっけ、チームが決まってからとか、ほんとほんと大変なチームでごめんねみたいな話しに行ったりとかして、その時話してるのがすごい楽しかったので、またなんかこういう機会あったら仲良くしたいなって思いました。やばい、今日あくび止まんない。めちゃくちゃ寝たのに、めちゃくちゃ寝たのにこんなことってある？今日ね2時ぐらい、あ、いやでも結局4時とか4時ぐらいまでねずっと寝てた久しぶりにこんな寝たよ。ひめたんとは仲良くなりました。ひめたんはね、でも前からさ、鉄なかな、なんかの公演とかでよく MC で絡んでたから、なんか普通に仲いいと思ってるんだけど、どうなんだろう向こうはどう思ってるか分かんないけど、もともと普通に仲いいと思ってる。ちょっとひめたんにはね今回ね、アフタートークの MC という重大な任務を任せてみました。でもすごい、絶対ひめたんさ MC の回しとかうまいと思うんだよね。結構ツイッター見たらその MC ナイス提案みたいな感じだったから、みんな褒めてくれたから嬉しかったです。ひめたんうまいですよ。完成度めっちゃ高かったです。いやでも多分完成度が高くなったのはもう本当にマキコさんのおかげだと思いますね。マキコさんが結構一から振り合わせしようとか、そのレッスンが1回しかないからそれだけじゃダメだってなって、なんか自主練の時間とかもみんなで合わせてできるようにって取ってくれたりとか、結構マキコさんが頑張ってくれました。今は、大富豪です。次は50分からやります。やだ、携帯じゃない、カメラじゃない、時計落とした。50分からやります。やばい、ちょっと待って、マジ今日喋りすぎたら絶対明日声なくなる。いや明日何もないからいいんだけどさ明日何もないからいいんだけれども、なんかやばい、早めに切り上げよう。9時になったら終わろうかな。そう、ひめたんいい感じにぶった切ってくれたのでありがたかったです。もうほんとすぐね結構時間が経ってしまったから、私たちは結構ずっと一生喋り続けてしまうので誰かが仕切ってくんないと。だからとてもひめたん助かりました。この前エゴさんがバイバイバイの自分なりの歌詞の解説をやってた。え、何それ、ちょっと見たいんだけど、聞きたいんですけれども。
マさんチームみたいにお笑いに行くかと思ったら かっこかわいい系だった。ああそう、でも実はなんですけれども、あの16人姉妹の歌を最初入れてたんですよね。うちのチームも入れてたというか、私が勝手に入れてただけなんですけど、あのミレーたんとカノンちゃんとやろうとしていたんですけれども、そうやめたんだよね。まあ他のチームがやるっていう噂をちょっと聞いてしまって、そう私たちのチームね、あの最後な分やっぱなんかあのかぶりとかをすごい結構気にしてたというか、なんかね2回目に見るのってやっぱちょっと印象がさ、なんかね相当インパクトがないと残らないなと思って、ちょっとかぶってしまうの嫌だなと思ったから、16人姉妹はちょっと途中で抜かしました。え今日の服めっちゃ褒めてくれる、みんなありがとう、嬉しい。でもこれもう去年から ずっと着てるんだけども、もう何回も着てるのにまだみんなそんな新鮮な気持ちで可愛いと言ってくれるんですね。ありがとうございます、嬉しいです。バイバイバイの歌詞で振られたのか振ったのかと、なんで別れたのか考えてたよ。え待って、深いんだけど、私完全に振られた女側の歌かと思ってました。振ったのかな、そんな顔をしないでちゃんと見てよ、これが最後じゃないか、キスをしようよ、あきれるくらいあなたが好きだったの一人こと、でも確かに振ったもありえるのか。待って、深いな。ちょっと私ねこういうなんかあの歌の歌詞の意味を考えるのがすごい結構好き、楽しいですね。いいね。振った振られた、どっちなんだろう。振られた方かと思った。振られたからもっともっといい人見つけてやるとか、もっともっとイケてる私になるとか、そういう系かと思った。うわ深いわ、深いな。はい、今大富豪終わりました。変わらず大富豪です。次は55分からやります。深いな。あ、そう、これね、GU のブラウスです。なんで別れる前にキスするのって？そんな顔しないでちゃんと見てよ、これが最後じゃないか、キスをしようよ。ああ、ちょっとまだ好きっぽいですよね。まだ好きだから、ちょっとキスだけしたかったんじゃないかな。誰？誰だよって感じでしたよね。誰目線だよって感じだよね。いやでもちょっと考察楽しいな。でもこういうのね、なんかさギフちゃんでやってましたよね、これ。なんか歌詞の意味考えてみようみたいな、ギフちゃんやってませんでしたっけ。私あれめっちゃ好きだったんだよな。バナナ革命とかもさなんか考えてたよね。あの企画一生やってたいんだけど、プライベートでやりたいんだけど、メンバーとかとプライベートでやりたいんだけど、めちゃあの企画好きだったな。てか最近ギフちゃん全然呼んでくれないんですけど、ギフちゃんの皆さん暇なのでいつでも呼んでください。結構ギフちゃんのスタッフさんとは仲良くやってると思うんだけどな。やっぱなかなか後輩ちゃんたちばっかのターンで、今はなかなか呼ばれなくなっちゃったな。大人の女として語ってください。
やばい、大人の女だけど中身はめちゃくちゃ子供です。17歳です。17歳なので分かりませんね。歌詞の意味考えるの聞いてるのめっちゃ好き。本当に、私やっぱその歌詞を考える系で言うと、もう本当にあの制服を着た名探偵が一番深くて好きなんですよ。あの歌めっちゃ好きなんだよな。あれマジ深いからちゃんと見てほしい。秋元先生の気持ちになろう。いやもう秋元先生マジで天才ですよね。なんかね TikTok とかにもすごい歌詞がいい AKB の歌みたいなのとか時々流れてくるんですけど、もう本当にすごいなって、すごい天才だなっていつも思う。テモデモの涙とかさ、もうなんか深い感じなんでしょう。すごいよね。永遠の17歳。あれなんか聞いたこと、あれなんか聞いたことあるなそれ。永遠の17歳聞いたことあんな。最強ツインテール大好き。ああめっちゃ TikTok でバズってた思い出ある。僕の好きな最強ツインテール、でもそれ全然歌詞聞いたことないな。どうなんだろう、あんま全貌を知らないわ。最強ツインテール、ルカちゃんのショールームで呼ばれないことコメントしたら知らんがなって。嘘、なんで呼んでよ。ルカティンには権限ないんですか。呼んでください。一緒にラジオしましょう。ラジオとロケしましょう。いやもうそんなこと言ってさ、ルカティンは本当にうちのこと好きだからな。多分来てほしいんだろうな、ギフちゃんにもロケにもラジオにも。多分うちが来たらいつもよりテンション上がるんだろうな。ずっと好きだよなうちのこと。あれガムちゃんがめっちゃ見てる。何やめて、何ガム。次は9時から大福をやります。ちょっとこれで最後にします。なんかね声がねコスコスになってきたからちょっと一旦休めるわ。一旦とか言って今日はもうしないんですけれども、ちょっと休める、早めに休める。おしりの将来の夢は、おしりの将来の夢はたくさんの猫に囲まれて、家で生活することです。これが将来の夢です。来年 FC 岐阜の試合にも呼ばれるといいですね。そうだね。え、てか待って、岐阜関連のお仕事全部好きなんだけど、やば。不思議ギフさんはいつも試合を見るのが私はすごく好き。みんなも試合見て帰ってますか？すごい楽しいですよ試合見るの。あ、21時ちょうどはエラーになるらしい。じゃあちょっと5秒前ぐらいに始めるわ。21時の5秒前ぐらいにやる。お尻の子猫ちゃんになるにはどうすればいい。何子猫ちゃんって、それなおさんの女の話でしょ。違うの、私の班は女の子の班はハニーちゃんです。コロッケ目当てですか。FCU ですか。コロッケ目当てじゃないですよ。もちろんなんかその売ってるご飯もめちゃくちゃ美味しいんですけど、なんかねほんと試合見るのが楽しくて好きです。
最近バスケは見ないの？時々見ます。なんだっけ、焼津のさ、焼津のチームのやつなんだっけ、 3×3 のやつを見てます。時々だけどね、本当に。お家にいるときになんか試合今日やりますみたいになったときは生配信とかで時々見てます。あ、そっか、ゴールデンベッドタイム始まるからか。うわ、めっちゃ邪魔したね、ごめんなさい。ゴールデンベッドタイムみんな頑張りたいのに、すいません。岐阜と藤枝試合したらどっち応援するの？もちろん応援隊なので岐阜さんを応援してます、いつも。そう、 3on3 じゃないんですよ。なんか 3x3 はこのなんだっけ、ペケペケなんて言うんだろう、これ XX でバイって読む、違う、なんて呼び方になったんだっけ、なんか正式な呼び方があるんですけど、ちょっと忘れちゃったな。 3x3 って最近は言うんですよ。ちょっとあんま私も詳しくないので語れないんですけれども、そう、でもね、オリンピックのさ競技とかにもなったりしてるから、ちょっとずつ有名になってくよってね、焼津の方は言ってたんですけど、そう、あ、もう一応バスケ部だったのでバスケを見るのは結構好きです。いや、マジでさ、喉やりそう、喉やりそう、今日早く寝よう、いっぱい水飲んで喉を潤して寝よう。お、はい、大富豪の対戦が終わりましたので今日のところはこの辺にさせていただきます。ちょっと声が怪しいので、何って声が怪しい、マジ声がなくなりそうな前の声してるから気をつけるね。あ、そうだ、 3x3 っていうようになったんだ、普通に x って呼ぶようになったんだ私のおかげで学べたらしいのに、私忘れてたもう抜けてましたすいません、脳の容量が少なくて。はい、ということでそろそろ終わらせていただきます。めちゃ短い間だったし、なんかユニットの話するねって言っといて全然しなかったっていう、本当申し訳ないんですけど、まあまたしましょうよ。今日はちょっと喉のためにもう終わりますけど、またぜひ、質問してください。はい、ガムは今ここにいます、膝にいます。ということで皆さんありがとうございました。そう、喉直しますね、すいません、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとう。